ベンガルナンドです。皆さん、この間どんずいなくなりましたか？私はめっちゃなくなりました。今日もどんずの全体を鍛えていきます。ゆき先生、キャップルドン。おっ、足の裏合わせるようにして膝開きます。膝開きます。あ、で、これに関しては骨盤の後傾、さっきまで前傾の姿勢を固めて、はい、骨盤の前傾、後傾、こっち、こっちの状態で力、お尻っきがちんってなる。膝を開いて、これも背中反りすぎないように、背中反っていっちゃうと、お尻じゃなくて背中、こっちの方に力が入っちゃう。後傾、こっちの方にしっかりしてみて、持っていく。よし、よし。なんでこうやって無理してこう、揃うぐらいまで上げる必要はない。大体膝、骨盤、で肩まで一直線になるぐらいのイメージかな。で開きは開くほど中殿筋をしっかりと収縮強くなる。OK? はい。やってみましょう。はい。そう、足の裏を合わせるようにして、膝を開く。骨盤の後傾ね、はい、自分のちょっと溝落ち見るようなイメージ。そう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 、もっと開いてみて、もっとグッ、で、もうちょい、もうちょい、キュッ、そう、でお腹力入れて、そう、反らないようにお腹の力入れる、もっと上げるよ、もっと上げる、そう、ヘイって落とした。はい、2、開きながらね、ヘイ、3、キュッ、ちょっとこれ、1、2秒止めるようなイメージ、はい、はい、3、ギュー、そう、4、はい、ギュー、はい、5、中電気持ち出れるよ、6、ここね、これね、はい、7、はい、8、はい、9、そしてるよ、はい、10、あと5回、はい、1、2、ゆっ、3、はい、OK。 クラムしてる。はい、OK。 はい、よし、じゃあ次行きます。はい、どうぞ。横に入れます。横に膝で190度ぐらいにして、ちょっと膝前に出る、肘で立てて、こうやって上げていきます。で、開かないように、体を開かないように上の手で押さえたら、okay、で、この足離さないようにくっつけたままで、ここからある程度突っ張った状態から開いた、これはある程度骨盤の後傾というか前に押し出すんです。開きながらお尻を、これをやります。はい。20回。20回？ピンクでいく。ピンクの方がきついよ。ここですね。うん、寝て。そう、寝て。うん、だって90度ぐらい。で、肘で、肘でこう、そう、肘でこう。うん、そう。で、体開かないように、うちの手で押さえ込む。まず一回開いてみて。足を開いてみて、こう、で、はい。そう、こう、離さないようにして。肘、肘、こうやって。で、中もいいかも、うん、そうそうそう、今が力入るんですよ、はい、で、一回また開いてみて、そう、開いた時にお尻ギュって前に突き出せる、キュー、そう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 、ヒップリップやってるみたいに、はい、お尻締めながら前にギュッ、そう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 、そう、そう、で、これを繰り返す、はい、そう、OK、 2回、はい、せーの、1、はい、2、3、もっともっと、4、さあ、5、ギュー締めたい、6、7、8、
みんな大好きなスクワットやっていきたいと思います。お楽しみに。バイバーイ。